週末を迎えました。隣は緊急事態宣言ね。こんにちは、速稼塾の久保です。まあ、何をもって浮気とするか、これはね、自分で決めろってことですよね。自分でこれ浮気だなと思ったら浮気じゃないかなと思いますよ。浮気じゃないと言い張れば浮気じゃなくなるんじゃないですかね。うん、それはね、やっぱりこう他者と評価がぶつかるところだと思いますよ。よくあると思うんですけども、浮気男が彼女に、あんた他の女のと浮気してるでしょと見つかって、いや浮気じゃない、友達だよって言ったりね、うん、いや浮気じゃねえよ、本気だよ、浮気はおめえだよって言ったりね、いろいろあると思いますね。まあだからね、自分で罪の意識を感じながら不自由かけてるなとかね、思えば浮気なんじゃないですかね。で、私は結構その罪の意識がね、乏しかったんですよね、ずっと。30代の時にはマックスで8人とお付き合いしてたりとか、そのトリプルデートっていうのを10日間でやったりとかしたんですよね。で、これによって、まあ自分が何を顧みたかというと、まあ、自分のための恋愛なのか相手のためなのかってことがはっきり違ったかなと思います。で、まあ、今の奥さんになったのは何でかっていうと、自分の持てる能力をこの人に全部あげようと思ったわけですよね。まあ、親子みたいな年の差でもあるんですけども、まあ、お父さんがね、娘にしてあげるような愛情ですよね。あげますみたいな感じですね。で、どうなんですかね、恋愛っていうのは相手がいることによって自分が幸せを感じたいとか、自分に何がしかのベネフィットを得たいとかっていう感情じゃないですかね。例えば結婚する時の女性の目的っていうのは、男性の年収とか力強さとかね、決断力とか、自分にないものを求めて、うん、それをね、まあ分割していただくための選択肢の一つとして結婚があるのかもしれないですね。恋愛もそうじゃないですかね。自分の満たされないものを埋めてくれるものを求めて結婚ってのがあるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、違うかもしれませんけども、そう捉えることもできるんじゃないかなと思うんですよね。で、私は別で逆でですね、まあどのぐらい与えられるかなっていうところですよね。もう全部持ってかれてもいいやっていうかね、まあ自分の持てる能力をこの人に相続しようかなって思った時が、まあ40で来たってことですかね。うん、まあ、だからまとめて言えば、うん、まあその恋愛とか結婚っていうのは単純に、まあ、そうですね、恋愛と結婚をちょっと分けるとすると、恋愛は自分のためにするもんではないかなと思いますし、結婚は相手のためにするもんじゃないかなと思うんですよ。まあ、ですんでね、よく家事の分担とかいうのを昔から言われますけども、ぶっちゃけね、家事ってむちゃくちゃ楽ですよ。これ家事なんて分担するようなもんじゃないですよ。あっという間に終わりますね、こんなのね。まあ、その上でも家事に理由をつけるとすれば、なるべく快適な環境に自分の大好きな人に住んでもらいたいから家事をするっていう動機だと思います。で、なるべく美味しいものを自分の愛する人に提供したいから料理をするってことだと思うんですよね。で、なるべく自分の愛する人に不自由かけたくないから、お金を稼ぐってことじゃないかなと思うんですよ。でも全部だからそんな感じなんで、私の場合はね、9対1とか10対0で釣り合ってる状態、五分五分だと思ってますよね。うん、だからそういう人がパートナーで、その同じ思いを持った人がパートナーになるとすごく強いんじゃないですかね。でもよくあるのは、自分はここまでやったのにあなたは全然やってくれないとかね、家事の分担をしましょうとかね、いや分担とかいいんじゃないかなと思いますけど、分担するのもんかと、そもそも、うん、でも分担って言っても、まあ、家事の分担とか育児の分担って言いますけども、じゃあ家事や育児にまつわるお金を稼いでるのは、じゃあ男性だとしたら、もう十分その時点で分担できてるんですよね。まあ、そういったこともありますんで、私はね、恋愛と結婚っていうのは、まあ、窮屈になるんですよね。概念とかを決めちゃうと、定義とかって決めちゃうと、うん、まあ、定義は何かなっていうふうなことははっきりしないといけない場面もありますけども、こと感情の面においては定義なんての千差万別ですからね、十人十色ですからね。だからもやっとしたままでいいんじゃないかなと思います。うん、そんなのはね、恋愛じゃない、そんなのは結婚じゃないとかっていうふうに、うん、他のところから言われることはあるでしょうけども、うん、やっぱ人異なれば常識異なるですよ。まあ、でもね、そうは言っても非常識な暮らしをしてる私でもね、この隠居暮らしとか言っていわゆる出勤もないしね、
YouTube 撮ってるだけという、あとは朝起きてから今日の予定決めるみたいな、このふざけた生活、いわゆる非常識な生活を送ってる私でも、あの常識的に見えるようには振る舞うところがありますね。まあ、あの町内会でね、この1年、まあ、働いてきたんですけども、私いつも暇なんですよ。だからどんな行事にも出れるんですよ。だからこそ思いました。普通の人が町内会長になったらここまであっちこっちに顔出せないな。それこそ定年退職した人ならいざ知らず、これは例えばね、夜の9時に集会とかあるんですよ。夜7時、夜7時に集会ありますけども、これまともな勤め人だったらこんなね夜7時に集まれねえよと思いましたね。まあ、ですので極端に会議の数は減らしました。で、平日の昼とかも集まりあるんですよ。無理でしょうと。だからこれも減らしました。何もかも減らすわけじゃなくって、そのね、有給を取って町内会に参加した覚えがあるよみたいなこと昔の人言われたんですけども、いやそれダメでしょうと。いや家族を置き去りにして町内会長なんてするもんじゃないし、町内会活動なんてね、そんなに大事じゃないですよと。ぶっちゃけなくたっていいんだからってことね、この1年ずっと言ってきましたね。無理して町内会をやるもんではないし、うん、そして町の人がね望まなければ別に町内会なんてなくてもいいんだと、うん、町内会はあった方がいいけども、自分が役員になるのは嫌ってことは、それは町内会がなくてもいいですよって同じ意思表示だと思いますんで、このままなくなっていくんじゃないですかと。仮にね、うん、そうは言っても続けたとしても10年後はないと思うんですよね。ちょっと話題ずれましたね、これね。話題がずれました。まあ、何が言いたいかというと、あの、まあ、自分がやりたいことをやるってことなんですよね。うん、で、浮気をしてうまくいくんだったら浮気すればいいと思うんですけども、そこまで力がある人はね、花山さん言ってたようにそんなに多くないんですよ。だから男性としてはね、複数の女性にモテていい気になってるうちは足元すくわれやすいよと、追求される要因を自分で作ってるってことになるんですよね。さあ、それではね、今回あのぐちゃぐちゃっとしましたんで、ここで話題をねちょっと切り替えて、恋愛恋愛なんですけども、花山さんに問いかけをしたいと思います。これはね、答えがね、ほとんど男性は同じ答えになります。不思議と同じ答えになります。あるねサークルがあるんですよ。そこには男女が入り混じって10人ぐらいいます。うん、まあなんか大学とかね、高校とか中学のサークルだと思ってもらってもいいです。そういうふうなグループが男女入り混じって10人ぐらいいるんですよね。で、そのうちの男女一人一人が、うん、まあちょっとね、いい関係になった感じなんですよ。ただ付き合ってるわけではないんですよね。ちょっとまあ客観的に見て、あ、ちょっとだけ距離短いんじゃないのみたいな感じですよね。で、ちなみにこのコミュニティはある地域のコミュニティじゃなくて全国コミュニティです。だから直接会うことってあんまりないんですよ。それこそ音信不通になるのは簡単です。で、ある男女のペアが、片っぽは東京、片っぽは新潟にいる男女です。新潟に女の子がいて、東京の男の子が出張で新潟に行くことになりました。で、当然そのコミュニティ内で連絡できるわけなんですけども、個人連絡でね、新潟に今度行くことになったから会おうよみたいなことを2人で約束して会いに行ったんですよ。で、この男性は新潟に行った時に、新潟にちゃんと自分の宿泊用のホテルを取りましたね。そして女性と会いました。まあ夕食なり取ってね、いつもありがとうねみたいな感じで、まあ友達関係よりもちょびっとだけ濃いような関係ですよね。そんなちょっと大事にしないといけない関係の時に、まあ、女の子がね、今日うちに泊まっていいよっていうわけですよ。一人暮らしの部屋ですからね。で、男性は、まあ、女の子の部屋に泊まりました。で、そして次の日の朝ですけども、男女とも、まあ、いわゆる男女の関係はないまま朝になりました。そして出張が明けて、男性は東京に帰っていったということなんですよ。ここまでのストーリーいいですかね。そしてですね、また、コミュニティとしての付き合いが始まった時に、この男性はですね、そのコミュニティの人にちょっと相談したんですよ。何人かの方に、いや、いつもコミュニティにいる何々ちゃんのところに行ったんだよねと。で、こういうふうに言われて、自分はホテルがちゃんと取ったのがあるんだけども、彼女がうちに来ないって言ったんで行ったんだよと。でも私はいわゆる男女の関係にならずにね、で、まあ、帰ってきたんです。これどう思います？みたいな感じでね、やっぱ手出した方が良かったんですかね。女の子が自分の家に
泊まっていいよっていうことはそういうことなんですよねっていうふうに相談したんです。さあそこでです、そういうふうな相談を受けた人が何人か私のところに相談に来ました。こんなエピソードがあって男性からそういうこと言われたんですけど、私は回答、こういう時はね同じ回答するんですよ。羽根レモさんはどんな回答するでしょうか。これ以外の前置きはありません、前提はありません、ね、私としても相談を受けたけどもほとんどそのコミュニティのこと知らないんですよ。ただ一言言わなければならないことがあったかなっていうところですね。はい、それでは行ってみよう。